二人パパシェナ。みなさんこんにちは、二人パパのみっつんです。今日の動画はイケアでショッピング後編。前回の動画ではほとんど空っぽだったカート、今回は山盛りで爆買い。僕らが選んだ商品を値段とともにご紹介します。スウェーデンの値段と日本の値段と違いはあるのでしょうか。そして5歳の息子くんが取った大人を出し抜く行動とは。そして合計金額は。最後までお楽しみに。それでは行きましょう、二人パパの本場スウェーデン VS 日本、イケア丸ごとハウマッチ。前回の動画では僕ら二人パパ家が住むスウェーデンのルレオから120キロほど離れたフィンランドとの国境の町ハッパランダのイケアにやってきて、さまざまなモデルルームを巡り、息子くんからのおねだり攻撃をかいくぐり、イケアの名前の由来や日本人デザイナーの歴史ある椅子をご紹介、レストランで食事をしたところまでご紹介しましたね。二人パパ家、お腹がいっぱいになったところでお買い物を続けていきます。ちなみに今日は商品のお値段もご紹介、同じ商品が日本でいくらなのか比較もしてみたいと思います。例えばこの時点で僕らのカートに入っている息子くんがおねだりしたこの人形、スウェーデンだと749円、日本だと699円。ミツパッパが仕事用に使う iPad スタンドはスウェーデンだと1257円、日本だと1499円。てな感じでご紹介していきます。 IKEA はもちろん家具のイメージが強いのですが、僕らのお目当てはこういった生活用品や小物のことが多いです。ということでちょうどレストランの隣にあったバスルーム用品売り場から見ていきましょう。ペカパパなんて言った？アンサーアンサーサポートフェンドリドハーストームティービー東京でもストームティービー、このブラシでどうしても僕たちのティービーなぁ。じゃあうし、新居に引っ越してトイレが一つ増えたので、このトイレブラシも買っていきます。そしてシャワーのところにつけるシャンプー置き場、家でサイズをチェックしてたので見つけたらそれをカゴに入れるだけ。とその時、なに？わかるよ、でもミツパパはこの買わなきゃいけないものを今ここ入れて、そしたら行こう、うん、OK？ ちょっと待った、何これ？お前だな。そしてお次はタオル、今までは複数の色のタオルを持っていましたが、色分けして洗うのが面倒なのでもう白で統一しようかと、小さなタオルとバスタオルを選びました。そしてようやく息子くんのお待ちかね、今からやっと子どものエリアに行きますよ。おねだりバトルの本戦が始まります。ここは子ども用品売り場と分かっている息子くん、テンションが上がりまくりです。ね、これぐらいうちもシンプルな部屋にしたいんだけど、あのシステムいくらしたんで、それをコピーした。ああ、そうね、それいいかも。でもここ書いてないね、いつもだいたいお部屋に書いてあるんだけど、これは書いてないね。ちょっとダーゲスっぽいな。うん、あとちょっと背が高すぎてこの子はまだ案内がいい。うん、ねえ、やっぱりベッドあれぐらいのサイズがいいんだけど俺ねえ、ああいうベッドどう？ああいうベッド好き？ノーノーって言われた何見せたいもの？ダダーン、あ、いいのあったね。でもあなたも持ってるね、こういうトークバーナー。でも取られちゃった。うん、そうだね、欲しいよトーレ。あ、ねえねえ、ほらマッタ、マッタがあるよ、マッタ。さっき別のモデルルームで見つけたジムマット、他の色もあったのでそれを選ぼうとしたのですが、息子くんはそれよりもこっちちゃんと靴脱いだね。ティッティー、ねえ、リカパパ、ミツパパはあの色がいいと思う、一番右。いい、うん、それにしよう。その隣のユリ木馬ならぬユリヘラジカ、でもその商品名はこれさ、エリーでしょ、エリー。それなのに商品名はエコレリスって書いてある。エコレ、なぜエコレと名付けたかは定かではありませんが、 IKEA の商品にはスウェーデン語の商品名が付けられています。例えばこのロスティックという棚、これは楽しいとか面白いっていう意味。そしてもう皆さんおなじみの挨拶、シェナもありましたよ。日本のイケアにもあるはず、見つけたらコメント欄で教えてくださいね。ああ、
あれどこ行っちゃった？なんか変なの足出てる。あで見えせ。ここには息子くんの欲しいものがいっぱい。お絵かきどこでもできるってそれだと。昔のガバンみたいなやつだね。これはちょっと大きいかも。それは買わないよ。なんで？ごめん先に言って。おもちゃはお家にいっぱいあるもん。そのおもちゃブリオがいっぱいある。ただ息子くんも簡単には引き下がりません。何？トロなんでしょ？トロも欲いよ。トロユトロユ。そうだね、全く一緒のものはないね。でも最近ストーリーのトークバーナーやれるけど。でもトークバーナーの部品いっぱいあるよ。すっごいいっぱい持ってる。でもキーブいっぱいじゃない。そうだね。でも残念だけど、ちょっと今からミツパパはあのキッチン分かった。ちょっと待って、ミツパパ今からキッチン用品ちょっとバーってもうリストアップしてあるもんだけ入れていくから、ちょっと見てて、うん、はい。ということでやってきたキッチン用品売り場。ただミツパパ何か焦ってる。どうしたの？さあ料理好きにはたまらないお待ちかねの時間。引っ越して収納が増えたこともあり物欲が爆発するミツパパをご覧ください。まず手に取ったのは蓋付きのソテーパン。もともとうちでは IKEA のステンレスフライパンを小さめのと大きめのと揃えていて、コルブストラゴノフのシチュー物や少量の揚げ物などもそれでやることが多かったのですが、ソース跳ねや油跳ねが気になっていたのでちょっと深めのソテーパンが欲しかったんです。ということでこちらを購入。そしてお次はこれ、チーズとか人参とかを細かくするやつ。今持ってるやつが壊れてしまったのでこちらもゲットと。ここでミツパパの歩くペースが上がっています。どうしたんでしょうか。すごいトイレ行きたくなっちゃったんだけど遠くて結局入り口まで戻ってきた。そう、急に催してきてしまったミツパパ。看板を頼りにお手洗いを探したのですが、どこをどう間違ったのか結局入り口のところまで来てしまいました。こんな近くにあったのに。はあ、よかった間に合った。ああやばい、もうなんかちょっと迷子になりかけてるんだけど。そしてまた元のところへ戻ります。いやー IKEA めっちゃいい運動になるわ。そして戻ったところで現れた息子くん。それエカパパいいって。パパたちも疲れてきて息子くんのおねだりに抗うパワーが薄れてきてます。この中入れる？じゃあ OK。 あとはこれとこれ、IKEA のジップロック的なやつ、これ便利なんです。そしてお次は皮むき器。あ、これと前から欲しかったハンマーヘッドシャークみたいなフライ返し。 IKEA のサイトによるとパンケーキ用っぽいのですが、僕はお好み焼きひっくり返すのに使ってます。あとはサーモンの切り身をひっくり返すのにも便利。そしてグリルの時にも使えるステンレスのフライ返しも手に入れて、さあどんどん行きますよ。次は袋とかの口を止めるクリップ。なぜかなくなっちゃうんですよね。なぜかって息子くんがこっそり工作で使ってるのも一つの理由みたい。そして次にミツパパが手に取ったのはなんと竹製のせいろ。茶碗蒸し作ったり蒸し野菜作ったり重宝してたんですが、今持ってるやつは壊れてしまったので今回また購入しました。そしてお次はこの料理用のハケ。1本持ってたんですが照り焼きソースを使ったら匂いがついちゃってケーキ作りとかに使えなくなってしまったので1本追加。あ、これ欲しい。お疲れの様子の息子くんが喜びそうなものを手に取りました。これは何？多分エリギのパスタだね。
これは急いだ方がいいかもしれません。でもまだまだ買わなきゃいけないものあるんだよな。これも、これを買おうとしてた。台所に置くやつ。ここら辺に、何？降りたいの？怖い怖い怖い。それはアイスクリームをすくうやつかな。ああ、いいのもなるよ。ああ、いいのもなるよ。ああ、ああ、ああ、ああ。知ってたでしょ、君それ。それは僕欲しい。いるかな。でもスプーンでやればよくない？いつも。グラスをね、買わなきゃいけないんですよ。何？グラス。うん、リカパパがちっちゃいグラスが欲しいって言うから、あ、これ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 、これ重ねられるやつね、普段使い用のグラス。あとはこの薄いやつね。そしていろんな色の紙ナプキン。今回は息子くんがオレンジ、ミツパパは青をチョイス。でもリカパパどこ？カモだ。本当マジどこ行ったの、あの人。そしてベッドカバーも洗濯しやすいように白で統一。しかもセール品を発見。これは買うしかないっしょ。そうやってさまよってると、そう、どこにいたのって、ずっとストレージのところに。やばい、あなたもちょっと、あなたも取りすぎ。大丈夫、お金足りる？うちら今日銀行にお金入ってる？ちょっと足りないかもしれない。やばいよね、お金足りる？マジで本当に。もう特に最後の方にさ、子供子連れで IKEA 来て、最後疲れてきて、とりあえずもう疲れたからどんどん物入れるみたいな感じになってるよね。もうそうね、そうね、絶対そういう現象がある。前回もこんなことだった？前回も同じこと言ってた。同じこと言った。やばいね、うちら学んでないね、全然。そう、パターンが強いね。これ多分 IKEA の策略だと思うこの作りになってるのも。パラプー。そうね、あのパラプー。ああ、それは必要だったね、2つ。そしてこちらは IKEA のテキスタイルの生産工程で余った綿から作られた平織りのラグ。息子くんがお庭を裸足で駆け回るので、家に入るときに足拭く用のマットが欲しかったんです。それも買う？何？何でもいいよ。これ？うん、それ2枚でいいんじゃない。バルコニー、上バルコニーして。ああ、そうだね、そうだね、必要かも。リカ、リカ行くよ、はい、止まっちゃダメよって言ってジロジロ見ちゃう俺だけどね。リカパパまたどっか行っちゃった。そしてこちらは洗濯物干しを選んでいます。強い。マネースターの干し方。あー、なるほど、クラゲね。あ、君はあの黒い方が良かったの？ブレックフィッシュが怖いの？ No。 どっちが欲しい、ブレックフィッシュかクラゲ？じゃあ、ビッケンスカビシャットロー。マネースターのブレックフィッシュ。トゥーフォーバスタンバ。ミツパパさんです。じゃあタコ、使いやすそうだから。2台目のカートもいっぱいになってきていますが、ここでいかにも北欧っていうコーナーが現れましたよ。ここは植物やデコレーションのコーナー。ただ僕がいつも圧倒されるのはこのキャンドル関係の品揃えの多さ。これろうそく売り場だけでちょっと広すぎない？ここに見えているのは全部キャンドル。北欧では極夜といって、一日のうち明るい時間が数時間だけになる地域も多く、家の中で快適に過ごすためには様々な種類のキャンドルが欠かせないのです。皆さんがお住まいの地域の IKEA は同じようにキャンドルコーナーありますか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。何？あー、なんかそういうのが欲しいの？そしてようやくたどり着いた倉庫エリア。
ここでメモしておいたちょっと大きめの家具や商品をピックアップします。なんか書いたものある？この倉庫から取るもの。これどこ？もう他に取るもんない？あるかどうかわからない。でも売り切りのもの。売り切れだった？そう、この日はお目当てのものの多くが売り切れだったこともあり、倉庫から取るものはあまりなかったですね。でもその途中で嬉しいコーナーを見つけましたよ。前半の動画でもちらっと出てきたレインボーのイケアバッグ、他にも紙ナプキンやスピーカー、ドアマットなんかもありました。うちはこのレインボーバッグ買いましたよ。てかパパ、もういい？いいよ。OK。 何あれ？あそこは何？こちらは2020年からスウェーデンの IKEA に導入されているシルクラールブティック。古くなって捨てられるはずだった IKEA 家具を IKEA が買い取り、それをここで販売するという持続可能な社会に向けての取り組み。今はまだスウェーデンだけだそうですが、将来的にはこのシルクラールブティックを世界中の IKEA の店舗に導入する計画があるそうです。うん、もういいですか？じゃあもうカッサ行きましょう。ということで、いよいよ次はお会計。スウェーデンのレジあるある。はい、じゃあ次これ2人パパ、うん、これ自分でピッてやらなきゃいけないね。ということでお会計。以前出した動画でご紹介したように、スウェーデンのスーパーではセルフレジのシステムがすっかり定着しているのですが、こちら IKEA でも同じように自分でスキャンしていきます。普通のレジは1個しか空いてませんでした。はい、じゃあ次これやって。んせー、はい、これ。結局これ買ったの？はぁ、商品を全部スキャンしたら、きちんとスキャンしましたよっていう確認ボタンを押して、レシートは E メールで送ってもらうことにして、カードをピッてやったら暗証番号を入力。出てきたレシートは退場ゲートを開けるためのバーコードがついています。今回は家で使うものと仕事で使うものとあったので、リカパッパと二手に分かれ違うカードで決済。でかパパの方はいくらだったか確認してみましょう。はあ、お疲れ。お疲れ。でかパパいくらだった？1059。 OK。 これ2000いくつだった？やっぱりビッグスペンダーだね、ミッチパパ。違う違う、そういう分け方じゃなかったでしょ。 Oh man。 まあいいや、とりあえずもうこのまま帰りますか。帰りましょう。ということで、本日のお買い上げ金額、締めて43,117円。11時半ごろ入店して、閉店ギリギリ18時までのご滞在。いつもレジを出たすぐのところのカフェで、アイスやコーヒー、ホットドッグなんかで休憩することもあるのですが、閉店間際だったこともあり、断念。お店を出て車を横付け、今日の戦利品を積み込むと、じゃあ出発します。1日がかりの IKEA ツアー、1時間半かけて帰るその道中のこと。でも今日はさ、新しい何か買ってもらったんじゃない？いろいろ。何買ってもらった？あと知らない間に何カゴに入れてた？笑った。何はともあれ、無事に終わり、お家に帰ってきました。到着。到着。はい、お疲れ様。お疲れ様。ということで、今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもたくさんお待ちしております。それでは次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ごきげんよう。ヘイドー。